集中力を高める呼吸法をお伝えしていきます。今人気の鬼滅の刃でもいろいろな呼吸法って出てくるんですよね。でこの呼吸というのは自律神経のバランスを整えてくれたりですとか、あとやる気を出してくれたり、さまざまな効果があるんです。でそこで今回はその集中力を高める呼吸法をご一緒にしていきましょう。では早速やり方をお伝えしていきますね。まず座り方です。こちらあぐらをかいてください。 できればこのクッションをですね下に引いていただくとまっすぐ姿勢を保ちやすくなります。2つ目、手のひらを上にした状態で膝の上に軽く乗せてください。3つ目、骨盤、肩、頭がですね床に対して垂直にまっすぐなるように作ってください。ここまで大丈夫ですか？そして最後、肩の力を抜いて背筋をまっすぐ保ってください。ここまでが基本の座り方になります。そして次、実際に呼吸を行っていきましょうね。はい、ではここから早速呼吸法についてお伝えしていきますね。その呼吸法とはこちら、片鼻呼吸になります。何かと言いますと、片方ずつ呼吸を繰り返し交互に行っていく呼吸法なんです。でその時にポイント、右の鼻だけで呼吸するときはあなたの脳の左脳に働きかけています。そして逆に左の鼻だけで呼吸しているときっていうのは右脳に作用しています。でこれを交互に行うことで心のバランスが安定していく、結果集中力を高めることができるという呼吸法なんです。では早速やり方ご説明していきますね。まず右手を出してください。で使うのは親指と薬指です。なので人差し指と中指はこのように折り曲げてくださいね。でこれを鼻にセットするわけです。でこの時に方法です。まず両鼻で最初息を吸います。で吐く時に右の鼻だけを右の親指で押さえてできる限り長く吐きます。左の鼻だけで吐きます。で吐きます。で吐き切ったらそのまま左の鼻だけで吸います。そして今度は吸い切ったら薬指で左の鼻を押さえて右の鼻だけで吐きます。吐き切ったら吸います。で吸い切ったらまた先ほどと同じように右の親指で右の鼻を押さえて今度左の鼻だけで吐く。で吸います。で吸い切ったらまた左を押さえて右の鼻、これを交互に2分間行っていきますよ。では早速私と一緒にやっていきましょうね。ではタイマーをかけます。で失礼しますね。2分間ですよ。でこの時は呼吸だけに集中してみてくださいね。ではやっていきましょう。ちょっと一緒にしていきましょうね。ではスタート。はい、吸って、はい吐きます。吸い切ったら吐き切ったら吸います。そして今度左の鼻を押さえて右の鼻で吐きます。できる限りゆっくり吐き切ったらまた右の鼻だけで吸っての繰り返していきましょう。あなたのペースでどうぞ。
2分経過しました。さあいかがだったでしょうか。2分を長く感じた方はストレスが溜まっている可能性が大なんですね。自律神経の交感神経、要はこうスイッチオン、緊張している方が強いわけです。そういった方はたった2分でもこう待てない、長くこう感じてしまうという、こうタイプの方が多いんですね。で逆にもう2分経ったっていう方は集中できていらっしゃる証拠、副交感神経といってそのリラックスする方がちゃんと働いている傾向にありますから丸です。でいいんですよ、最初はこう長く感じた方もこれを繰り返していくことでこうだんだんね、こう集中力が増していくことができます。で私は今回右と左の鼻、左の方がですね呼吸がしづらかったんですよね、最初こう詰まっていて。でもだんだん両鼻がこう通ってくる感覚になってきました。あなたはいかがだったでしょうか。そしてこの片方ずつの呼吸が終わってバランスが取れた後、今から両鼻を使って呼吸をしていきます。座り姿勢はそのままですよ。で両手は両膝に置きます。そして軽く目を閉じていただいて、しっかり両鼻から吸って吐いてをします。でポイントはできる限り長く細く吐く方に集中してくださいね。吐ければ呼吸をすることができます。要は吸いやすくなることができますからしてみてくださいね。ではここから私と一緒にまた2分間していきましょう。ちょっとタイマーしますよ。失礼します。準備よろしいですか。目を閉じて両手のひらは上で両膝の上に乗せてください。ではスタートしましょう。はい、できれば鼻から吸って口からゆっくり吐きましょう。さあ、あなたのペースで続けましょうね。可能な方は息を吸うときにお腹が膨らんで、吐くときにお腹がギューッとへこむ腹式呼吸でしてみてください。さあ続けましょう。はい、タイマーが鳴りましたね。2分です。さあいかがだったでしょうか。カタカナ呼吸から始まって最後両鼻で呼吸しましたね。このルーティンを1セットとして1日に1から3回ほど行ってみてください。ポイントは、朝昼晩でも良いですし、最低でも夜寝る前にしていただいてもリラックスすることができますし、逆にこう大切なお仕事であったりイベントの前とかね、そういった時にもふっとこの呼吸を思い出してしていただきますと集中力が高まって、あなたはどんどん心も体もリラックスして、しかも集中力を高めることができるんですよ。さあいかがだったでしょうか。このようにこのチャンネルでは様々な腸活法、健康法、ダイエット法をお伝えしていくことで、あなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。
ぜひ私に直接で先生どうしたいんですかというご質問がある方は詳細欄に LINE のリンク貼っておりますので、どんどんご質問ください。いろんなダイエット法の、ね、ご相談とか受け付けております。でまたこのチャンネルが役に立ったと思ってくださいましたら、高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加くださいね。私とても励みになっておりますし嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。